こんにちは、リホです。今回は的取りをして知っとけばよかったことをご紹介したいと思います。それではゴー。リホは熊取りを6月っていて、元がこんな感じで、熊取りって言っても脂肪を取るみたいな感じなんですけど、笑った時に涙袋の下にすごいぷっくりもう一個なんかナメクジがいて、それを6月に取ることをしました。いらない熊取りみたいな感じで、目のこの中から脂肪を摘出していくっていうやつでやったんですけど、これやっとけば持っていけばよかったなっていうものを今日は話していきたいと思います。小気麻酔と点滴の麻酔だったかな。眠くなって起きたらもう終わってるみたいな感じなんですけど、人によってだと思うんですけど、体質があるっぽくて、その麻酔が体に合わなくて、終わった後起きたらすごい気持ち悪くて、吐き気じゃないけどみたいな感じになっちゃって、プラス熊取りをしてからのここの腫れとかもすごくて、ダブルパンチすごかったです。で、リホは朝ごはん食べてこなかったんですけど、それがマジで正解でした。もし体に麻酔が合わなかった場合、吐いてしまう人もいるらしくて、ので朝は朝食を抜くことをおすすめします。麻酔が合わないとかそういうのも全然知らなかったので、長野に今住んでて東京の方のクリニックでやってもらったので、日帰りなの、しかもめちゃめちゃしんどくて、一応点滴してもらったんですよ。ゲロ出ないやつ、ゲロ出ないようにする点滴忘れちゃったけど、なんかそういう気をやってもらって、だいぶマシになりました。でちょっと寝かしてもらって頑張って帰ったんですよ。で気持ち悪いのはすごい収まってよかったんですけど、目の方がすごい腫れていまして、冷剤もらって冷やしたりしてて、帰る時もこれも必需品、帽子、眼鏡、マスク持ってったんですけど、あ、もうリホのセンスの問題なんですけど、帽子深くかぶったらなんか全然前見えなくて、眼鏡もしてたらやべえと思って、マスクと帽子だけで行ったんですけど、涙がすごい止まらなかったし、傍から見たらすごいヤバい子だったと思うんですけど、とりあえず施術終わってから、そのベッドで寝ている間、なんか無意識に動画を撮っていたので、そちらをちょっと見てほしくて、グロいの注意なんですけど、見れる方は見てください。どうぞ。本当に明かりがすごい眩しくて、目が全然開かなかったです。その涙みたいのも出てきました。一番辛かったのが、結構まつげの生え方がまっすぐ伸びっていうのかな、傘まつげに近い伸びに、ちょっと結構まっすぐに生えちゃう毛の持ち主なんですけど、それがこの目の下、くまとる下から腫れて、余計この目の中に全部毛が入っちゃってるんですよ。それがチクチクしすぎて目開けれない、もうずっとこうやって目の下引っ張ってなきゃ前が見えないっていうか、目が開けれない感じになっちゃってね。これも日だけじゃないの、ダウンタイム中のちょっと腫れてる期間とかでもめちゃめちゃまつげがすごい目に刺さって、もうよく電車乗れたなって思った。これで持っていけばよかったなって思うのがこれです。これ普通に何でもいいんですけど、アイプチテープみたいな、これはマジで持ってった方がいいです。腫れ方によると思うんですけど、リホみたいにちょっと逆さまつげ気味の腫れちゃって目にもうまつげ全部刺さっちゃってる感じの人は、この細いテープマジで見えない感じなので、間近で見ないと見えないタイプのアイテープなので、片面のアイテープ、目の下にピーって貼ってまつげを抑えなきゃマジで歩けないっていうか、前見えない。これは知っとけばよかったなって思いました。あの時マジで辛かった。もう少し変かもしれないけど、眼鏡かけたら見えないし、下向いてたら見えないし、バレないバレない。で、私二重整形もしてるんですけど、二重の方は全然まつげが目に入るとか、前が見えないとか、気持ち悪いとかが全然なかったので、あー案外平和に終わったなみたいな感じだったんですよ。それが初めての整形だったんですけど、マークドラえもん、すごくない？ほら、笑ってもここに変なのがいないみたいな。でここになんかクマがあることによってすごい老けても見えるし、あとその時期、このここにすごいナメクジが出てきた時に、もういろんな人から、親からもそうだし友達からもそうだけど、疲れてるみたいな、なんかすごい疲れてるねみたいなことを言われて、めっちゃくちゃすごい頻度で言われて、でも今全然このクマ取りしてから言われなくなりました。で他にも二重整形のダウンタイムの動画とか、どういう感じだったよっていう動画も上がっていますし、クマ取りの動画もダウンタイムのやつちょっと悲惨なんですけど、そちら見てもらった方が分かりやすくて、ぜひ見てください。もうね、もうこの顔覚えておいてほしい。この顔がもうヴォルデモートになる。ここら辺もすごい腫れましたね。今回はこんな感じで、まあ熊取りする前に知っといた方がいいよっていうことでした。ぜひぜひグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあのー、最後まで見てくれた方ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあのー。